じゃあ西口さんお願いします。はい、ほぼノーヒットノーラン何回？3回？ノーヒットノーランは2回完全に完全1回ほぼな。やったけど1回も達成してないでしょ。でも達成してないです。27人は抑えてるってことでしょ、はい、28人目にとか28人目に打たれた。打たれたやつね。そんな、はい、え違うでしょ。延長入って打たれたんです。そう延長で9回やる。あれ完全試合。あれ完全。あノーヒットノーランは9回ツーアウト。ツーアウトから打たれた。2回打たれた。あと準完全試合も1試合ある。はい1安打完封。1安打完封。初回に2番バッターの水口さんにヒット打たれて、その後全員抑えた。全員抑えて完全試合。すごいな。その時ですよ、多分8者連続三振取ったの。へぇ、あ、そう、はい、すごいよな。確か何こんな細身で昔から細いけど、はい、え、でもやっぱり西口はどっちかというとこうスライダーがビューン曲がるってイメージじゃないけど、スライダーは僕は塩崎さんと違って、うん、もう僕は思いっきり手首使って切れてる、はい、全然違うこと言ってるよ。いやそれは感覚ですからそうか、それは感覚ですから。ここで僕が、まあ、手先器用だったんでここでも調節できたんで、へえ、それであとは普通に曲げる、うん、三振とちょっと縦に落としたい時は手首で角度つけて曲げる、でちょっと雰囲気見て、あちょっとタイミング合いそうやなと思ったら瞬間にちょっと力抜いて抜く、ゆるくってこと、はい、で外スラの時はもうコントロール重視でちょっと左の外、ね、いつもバックドアってことね、はい、置きに行くっていう、うん、もうコントロール間違えないように。あとちょっと握りを聞いていい、はい、握りはどうやって握るんですか。握りは僕はここの曲がるところに中指ですね。中指の、はい、こういう感じ、はい、ああここ第一関節までしっかりかけてだけです、うん、あとは横に添えて、うん、で親指は下の、うん、え、なんか違うな方向、真下のとこぐらいに置くって感じです。ちょっと待って待って、あこっちか、ここっちか、ここっす、こっちか、逆、あほんでこうなってるわけね。いやこうです。僕立てないと嫌なんで、ここ縫い目のところに、まっすぐでも人によって違うじゃないですか。ちょっとこうです。えこの辺、この辺です、ここっす。え親指でもこっちぐらい来るでしょ。もうこの辺こんなとこで投げにくくない。親指ここっす。これぐらいか。えそんな立ってんの。こえここは開けるよね、はい、でも、はい、ここはちょっと開くぐらい、はい、あ僕まっすぐでも指こうなんで、人によって違うじゃないですか。師匠さんはこうやって立てんの。うん全然、だからピッチャーによって違うじゃないですか。こう持たないの。えこうやってここ腹で持ってんの。僕はここ置いてるだけ。だから僕ここ親指ここタコできるんですよ。ここに、はい、まっすぐこうですよ。こう持ちたいわ。え ここで持たないの、ま、ボールって。まっすぐここです。マジか、こんなとこで。えこう普通これ。いやこれちょっとあんまり 見ないですね。えだってこんな投げにくい この辺で持つ。ここですよ。だってこう持ちたいやん。ここの関節のとこです。こう横ってこと。はい、えこうスライダーだけ。いや、まっすぐ。まっすぐも、はい、全部ですよ。こうやってここに乗っけてるってこと。はい、やっぱりこうやな。いやこうは投げにくいわ。いや、これが一番しっくりですよ。指の間も全く開けないんです。ここは開いてますよ。爪めっちゃ長くない。ああ、ここはあんまり、はい、はい、親指のこの爪が長いじゃん。全部長いですね。指どうしたの。え、どうしたのその指。これですか。うん、ちっちゃい時に、うん、家のもんでガーンってぶつけて死んで、うん、でこっちもですよ。こっちは車のドアでガーンって詰めてちょっと見てよ、本長くない。いやいや長いやん。長いですよ。ごめん、ほら田舎の爪やんこれ徳島大体怖い。畑さんとかこんなんとこ横の方が広いぐらい。横の方が広いぐらい。これも僕のとことあんまり変わらんぐらいの田舎ですよ。いやそうです、で和歌山やろ。和歌山、和歌山こんなんの普通。握りってください。いや握りってでも僕はもうこれが普通やと思ってたんで、逆にこんなとこでも打てないですもん。腹とかで、こういうことですよね。ストットそことかもうこっちでもいいぐらい。えでも縫い目かけないですか。縫い目かけてますよね。測ったらいいけど、もうこう完全に普通になったらこうなる、ペタってまずなんで親指が浮いてる。こんな浮いてるなんて考えられへん。
あ、それはちょっとおかしいですね。なんかすっごい浮いてるもん。僕は塩さんは曲げてるんです。曲げてる、うん、あ、こっちね、まあ、曲げてるだけで、まあ、あんまり変わんないですよね。当たってるところはほとんど一緒ぐらいで、でスライダーはさっき言ったようにここ、はい、もうどうやって持っててもここパッてやったらここがしっくりくるところがあるんですよ。この第一関節までです。ここをしっかり当てて、第一関節をねキュッとこう、これぐらいの角度です。まあまあこの方向ってことよね、まあ、え、もうちょいこっちか、はい、これぐらいか、それぐらいですね。うーん、でも投げるときにじゃあ 中指やね。中指です。僕はもう中指だけです。はい、スライダーもスライダー、はい、でここでも力の加減でここの、はい、であとはでもそれでひねるときもやっぱり親指効いてるよね。はい、ね、効いてパーン、こっちやね、2つです、うん、でそれで普通縦、あ、縦、うん、で抜くときは力を抜くだけで。それはもういつからもうずっと子供の頃か。もういや僕もピッチャーになったのが高校1年の途中からなんで。あ、そう、部員が少なくて、うん、同学年にピッチャー1人しかいなかったんですよ。一緒やね俺と。じゃあみんなみんなそんなんでそんなすごい選手になれるもんなの？僕らの年は部員10人だったんで。あ、そう、でどこ守りたいって最初入学して言われて、うん、セカンドやりたいですって言って、はい、セカンドやってたらもう筋肉痛で動けなくて、もうセカンド首って言われて。筋肉痛で首も初めて聞いたけど。動けなさすぎて。でそれでやっぱりそういう高校なんでマシンとかないんで、1年生がバッティングピッチャーやるんですよ、うんうんうん、でそれでいい球投げてたんでピッチャーやれって言われて、ピッチャーもやるようになったって感じですね。だから高校の時はでもまっすぐとカーブしか投げてなかったんですよ。もうちょっと緩い感じで投げてひねってたわけ。そのいわゆるスライダーじゃなくて。スライダーは大学入ってからですね。大学入ってから、はい、大学入ってからも全然今度カーブが曲がらなくなったんで、うん、もうこれあかんと思ってスライダー曲がるとこを探して。で高校の時、その3年生の時は県大会、はい、どこまで行ったの？1回戦です。なるね。俺でも2回戦行ったよね。僕の年で7年連続初戦敗退してるんですよ。ああそう、夏の県予選やるね。俺よりも弱え。うちも弱い県立高校やったけど。それでよう大学でやったな、逆に。でまあ一応大学は、まあ、立正ってとこ行ったんですけど、うん、セレクション系に行って、うん、でそれで立正に行くことになったんですけど、はい、大学の途中から無双でしょそんなの。大学の2年の春ぐらいですかね。ああ、それからですね。投げ方も全然高校の時と大学でちょっと投げる方も変わったんで。変わったね。球も速くなったでしょ、やっぱりスライダーが効くってことは。速くなりました、ね、やっぱり大学ってことはランニングメニュー決めるのは上級生の方なんで、はい、しこ玉走った走って。やっぱ走らなあかんな。走るっていいんですかね。いいんですよ。やっぱダルビッシュに文句言っとこうかじゃあ。大学入ってやっぱり10キロ以上速くなりましたからね。ああ、そうですね、はい、高校の時で100マックス136だったんですよ。ああ、うん、で大学行ってやっぱ47、8とか出るようになって。ああ、すごい。それはでもそれであのスライダーあったら無双してたわな。ほんでたまたま一つ上にあの国学院の酒井さんというピッチャーがいたんですよ。一個上だっけあれ。一個上です。誰？国学院の酒井。あの近鉄のドラフト1位になったんですよ。はい、でそのピッチャーが良くて、うん、やっぱり対戦したりもしてたんで、それからですかね。それを見に行ってる時にうちのスカウトが、はい、あ、こっちの方がいいやないって言うんで取ってきたんですよ。でもコントロールいいイメージあるんだよな俺は。なんか もちろんバランスよく投げて、はい、あれはもう昔からもう高校の時大学の時、うん、しこたま投げました。あ、数数をバッピ系ね。バッピから入ってったあとピッチングも数しこたま投げたんで大体感覚で数を投げろと。投げたら感覚で大体やっぱり分かるんで、まあ、大体のところには投げれますよ。大体のところに目つぶってても投げれますよ。大体のところにスライダーこの辺この辺、はい、みたいな感じだったら、はい、だから今のねやっぱり言われるんですよね。どうやったらコントロール良くなりますかって言われるやんか。みんな知りたいやん。なら何て答えんの？投げやな覚えないよって。とりあえず投げろと。投げないことにやっぱり体の使い方も投げるここのリリースのところも分かんないじゃないですか、うん、だからそこさえ分かってもたらどういう感じで投げてても。だから投げてる間にいろいろ探せってことやね。それ、はい、まあ言ってもちょっと微調整するやんけ。そうです。でもやっぱりさ、なんかまあちょっと投げすぎても嫌だっていう人もいるからさ、もう軽くでいいからちょっと数をこなした、ある程度思いっきりって投げれないっていう人もいるじゃん。なんかいますね。でもやっぱり結局は試合では全力で投げるじゃないですか。じゃあ球数を減らしてでもしっかり投げて、うん、あとはもうシャドウかそれで補っていくしかないですよね。8割ぐらいだったら感覚がやっぱりずれてくると思うんで、うん、やっぱり結構力入れたことをやらないといけないと思って、はい、いいね、はい、言えるわ人に。
あんまりそんなことばっかり言ってまた昭和の人って言われるからさ、考え方はやっぱり僕らもやっぱり昭和なんで、やっぱり投げないとな、それはうまくならんよな、はい、なんかブルペンでも全然キャンプとかも全然投げへんやん、みんな投げないし、投げないでストライク入れん言われても、もうちょい投げな入らへんでとかって、はい、ほんで高校の時はもうピッチャーなりたての時は、やっぱり回転ってことでここにまっすぐにこうマジックで線書かれてこう持って投げろって言われて、ほんで回転がまっすぐいってるかどうかとかって言って、弱い高校でしたけど投げることだけは、高校の時に、はい、いっぱい投げさされて、はい、で大学に行ってやっぱりバッティングピッチャーとかもやっぱりやってたんで、それからフォームがだんだん変わっていきましたね。前は高校の時は一回こうまっすぐ上げて止める感じだったんですけど、はいはいはい、大学入ってからこうやっぱりどうなの、こう上げて、はい、よくやるこうヒップファーストを意識してるんですか、はい、僕はもう自然と、今もいないじゃないですか、あワインドアップね、はい、もう本当に言いたいんですよね、僕選手になんて頼むからやってくれと、やってくれよって 今誰かやってるかな、いやほんまワインドアップって思いつかんぐらいいないですね、いないね、なんでやらないの、あれはだって癖じゃない、一番は癖が出やすいから、ね、ああ癖、僕もだって日本シリーズでヤクルトの時癖出てたって後で言われました、知らんよ俺それは、知らないですか、知らない、だって抑えたやん、全然打ってないじゃん、いや初戦は、うん、最初はここで抑えたんですけど負けましたけどね、あのテータムにホームラン打って1対0でな、1対0で、うん、数が抑えてな、うん、でも神宮行った時はもう、うん、もうすこすこ打たれて、全然打ったイメージない、俺じゃないよな、俺聞いてないよそんな話、池山さんとかにも打たれました、あそう、じゃあ知ってたかもな癖って どんなのが出てきた、癖はもうグローブの角度とか、はい、あとは息のね吐いたりとか、それはもう普通に自然に息の吐くっていうの、いやまっすぐ、いやまっすぐの時は吸わないけど、変化球の時はフッて吐くとかね、あとはもう一番はもうここのこの角度、グローブのワインドアップは死滅していきますかね、メジャーでもないですよね、もうメジャーは昔からもメジャーの方が早かったな、なくなるのは、あやっぱ癖じゃない一番は、あとはバランスとか言い出すとやっぱりこう振りかぶる方が勢いは出るけどバランスは崩しやすいってよく言われてるんで、もうこの辺からこうやってこうやってこういった方がノーワインドアップってやつだね、その方がメジャーも主流だな、だから僕もあと塩さんと一緒でどっちかって言ったら体は全身使って投げるタイプなんで、もうここでしっかりこうやって反動をつけてこっから行く時はもうお尻からっていうのもこっちの右の膝からここから出ていく感じですね、あこっち系ね、はい、ここね、はい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 、はい、こっからこう押して出ていったら自然とお尻からこう、うん、このまま出ていくじゃないですか、で左はもうあんまりでも曲げるじゃいけないでしょ、はい、なんかこう曲げるイメージはないです、ね、昔はこうちょっとこう沈んでこう投げる落とすイメージはないです、ね、落とすように立って、はい、イメージここからここから出て、はい、こういうイメージ、はい、でこっち俺やるとなんかブッサイグなんだよ、ね、なんかピッチャーじゃないからさ、なんか左も左の膝でバランス取るイメージですね、こういうなんかあるよな、そのこうさっきで言ったこれね、はい、もうこれは自然と癖ついてるんですけどこういうイメージですね、一回落ちてもうこれでタイミング、はい、あごめんごめん、そうです、そういうタイミングがあってその時に力をバッて最後に出すってイメージで、はい、だから大体イメージ的にはこうついた時には こうぐらいのイメージですね、うん、でからこの右足の力を借りて前に行くっていう、やっぱりこう足ついてても、はい、やっぱりこっちイメージはイメージはこっちに残してるイメージですね、まだまだこっちに、そういうピッチャーいるよな、なんかそんな風に見えないけど、はい、イメージはこっちにあるって人いるよね、どうしても前に行くと上の力が本当に必要になってくると思うんで、えでもちょっとそのこれは何のためにやってるわけ、その何のためっていうかなんかあんじゃないの、なんかその理由があってもう自分のリズムになってる感じです、ね、なったわけ途中から編み出したってこと、はい、普通だって普通上げたものはこう落とすのに一回こうやるわけでしょ、はい、前でなんかそれをもう癖ですね、どっかで最初からじゃないでしょ、でもそれも最初からほぼ多分最初からだと思うんですけど、ね、投げてる時に、はい、シャドウする時もだから普通にここで自分でここは意識しながらこうやってシャドウしてましたもん、ちょっとこういう感じで、はい、ここに残しながらっていう、はい、で僕はもうここはこっちは気にしないので、僕はどっちかって言ったらまっすぐっていうタイプじゃなかったんで、ちょっと上げてそのまま投げ下ろしていくっていうタイプだったんで、あとはなんすか、なんか気をつけてるところってないの、なんかいやもう僕もやっぱりここの足上げて出ていく時のやっぱり
ここの左の壁っていうのはやっぱり意識してましたよ。ここ左のこっちの左の壁は、まあ、この辺を行くまではもう絶対に開かないっていう、そのまあ方向に、ね、突っ込みすぎず、うん、しっかり右足に残してそのまま出ていくって感じです。これは、はい、だからちょっと上目、僕は上だった、うん、もうここはもう個人でいいと思うんですよね、まあ、好きなところ、はい、でだからここにとかまあ、結構言ったりするじゃないですか、うんうん、僕自身がここじゃないんで、どこ行ったの。僕はもうこのまま振り子でこっち行くの。振り子です。こっちか。僕も思いっきり こうなるタイプだったんで、なんかすっごい暴れてる時あるよな、こんな感じもあるよな。だから僕はもうこっちにもうこっちまで来て、こういう感じで、こういう感じで、だから左はもう自分の使いたいように使ったらいいと思うんですよ。でもそれがこう左に行っちゃうと開いちゃうんで、そのまま一体感でこの延長線上でこう、行ってただけなんで、てか多分もうここには持ってこれなかったんで、多分投げづらかったんで。あとグローブ固めとかってある？僕ですか、うん、いや全然僕気にしないです。なんで固？いや今最近流行ってるね、固めが。僕でもおろしたてのこんなんで試合やってましたよ。やっぱ固めなんだ。それ固めやんか。いや別に柔らかくてもいいです。いやなんかだからこうこういうの潰したい、たまたま固かったって潰したい人が昔はこう引けとか言われてて、あこれが柔らかすぎると潰しちゃうから逆に投げにくい。あでも僕はどっちかっていうと柔らかい方がいいかもしれないです、うん、左手がどうしてもこう、そうこうなるんで全然ノーこだわりです。あのそういうこと、山本由伸君なんてカチカチのぐらいこんなんでやってるんですか。待って全く動かへんぐらい。でもそれだったら取れるんですか。それは本当にもう本当に取れるか取れないぐらいの硬さ、あのピッチャーの速いやつとか。だからそれでじゃないと潰しちゃうとなんかこっちに力入ったらストライク入れんって言って、すっげえ繊細なこと言うの、カチカチ本当に。だから彼が言うから結構今固めが流行ってんねん。でも ここでリリースするじゃないですか、うん、その時にこっちも自然と力入るし、それだから力入れないようにやるんだって。その方がなんか投げれるんですか、バランスがいいとか、まあ、全然イメージ抜いたらこっちも抜けそうな感じだけどね、うん、こっちに力入れるよりもいいって言うんだよ。いや俺は人から聞いた話ばっかりやで、だからピッチャーちゃうから聞きたいね。い絶対僕一緒ですよ。あそう、一緒じゃないと多分力入んないですよ、うん、でもそここだわり持ってると結構いるよ。だから縦閉じじゃないとダメだとか、その横閉じで僕は潰したいから横にしてますとかって僕ね、軽いのが好きだって。もう現役最後は軟式用のグローブ使ってたんですよ。マジか重いのが嫌いだから、これ以上軽くできませんって言われて、もうこれは軟式用グラブしかないですよって、あそれくださいって言って、もう最後は軟式用硬すぎたら嫌やったな、やっぱり守備までね、まあまあ、あだから君らはだって守備上手い方やったから、 あんま守備関係ないっていうピッチャーもいるし、グローブ持ってきてもらうときにちょっと叩いて柔らかくしてからも持ってきてくださいって言ってましたもん。ああ、そうだ。あとはどう、まっすぐがさ、はい、例えば途中から速くなった話だけど、はい、まあ、走っただけじゃちょっと面白くないから、なんかないなんかこういうこと。でもやっぱり体幹とかそっち系じゃないですかね、うん、僕もどっちかって言ったらウエイトする人間じゃなかったんで、うんうん、はい、もう本当にゴムとかそういうチューブとか、うん、もう軽いやつでしか僕ほとんどトレーニングってしてないんで、あとはもう腹筋背筋とかその体幹系はやっぱり、やっぱここが強くなって、はい、だと思います。それはあるかで、ここの、はい、なんか斎藤隆とか、あの下柳とかもいいか、こう斜めのを使えるようになったら球が良くなったっていうんだよ。斜めですか。そうこっちの左と右のこっちの、はい、ここの斜めを使えるようになって球が速くなったっていう。全然イメージつかんない、まあ、腹筋も使ってるという意味だろうけど、このなんかそれを意識して、はい、こっちから連動してこの斜めを取っていくように力をって言ったら、下原がそんなこと言ってたんだよ。あいつ最後遅かったでしょ多分。最後はな、なんかお前らあれやな、感覚派だな。俺嫌いじゃないな。みんなそうやって投げてんだろうなと思ってたら、意外にみんなすげえ考えてて、ああこだわり多分ないと思いますよ。ああだってストレートだってさ、こっちの握りとこの山が来るの方向ですね。そうそうそうかさ、はい、そんな違うの本当にって言って。でも持ってて これが反対だったら気持ち悪いですよね。あそう？なんで親指気持ち悪いです。持った瞬間のこの多分、でもさこの位置だけ考えたら一緒やん。一緒なんですけど、確かに親指の位置が若干違う。あと人差し指がこっちに来るじゃないですか、うん、人差し指の方が上に縫い目が来てるじゃないですか、うん、でこっち来たら逆じゃないですか、うん、
こうとこう、うんうんうん、でもこれもちょっとずらしちゃ一緒ちゃうのかってちょっとねずらしちゃう、うん、そうなの。いや全然これは普通にこう握った感じの感触でも意外にこだわりあるんです。いやほんでねこれねこう握ったらこう赤字がこうくの字になるじゃないですか。あ分かる分かる。ほんでこっちを握ると、うん、あの 逆になるじゃないですか、うんうん、これが微妙に違うんだよなって俺全然分かれへん。そうな俺だからそれが気持ち悪いんですよ多分こう持った時に持った時の気持ち悪さってこと、はい、だからこうやって持っててこう持ったらあしっくりくるってあるじゃないですか。逆とかやったら多分あ全然違いますから。違う全然違います。全然ってことないやろほんのちょっと違うぐらいのもんで気持ち悪さあるじゃないですか、うん、であと僕絶対この NPB のマークのとこが上で投げるんですよ、うん。それどういうこと？ここでセットするわけ？こうやって、はい、グローブ入るときにこうもらって、うん、最初こう入れるときにここでセット一応こうやってセットしてこう置いとくの、うん、ここでこうやっててま、うん、っすぐ投げるときはこれが一緒のこれでもなんか違うんですよ。あそうこれとこれで一緒やろそんなもんでも見てないでしょ。一時マーク見てからこうやって投げるわけちゃうやんか。いやこう最初取ったもらうじゃないですか、うん、でもらったときにこうやって自分でロジン触った後ボールやるときこう動かしてるときにちゃんとマークがこっちって言ってでグローブ入れたらじゃあグローブの中でボールは動かへんってことなの？こうやって動かないです。でこうやってこうもらってこう確認してこう置いてでこうやってる間にコロ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 回ってたら戻ってきた時には回るわけ。ずっと握ってるわけね。握ってるやん。柔らかいグローブで柔らかいグローブ。コロコロ。まあ、グローブ硬いね。硬いから硬いやつはコロコロ回るから柔らかいやつはキュッと持ってんだよ。だからこういうことでしょ。だからやってて普通にこうやって持っててボールなんか動きます？動かないでしょ。いや動くやろ洗ってんの動かん投げる感覚が気持ち悪いってこと。もう握った感覚が気持ち悪いです。行くボールじゃなくてじゃなくて持った時の感覚が。だスライダーも全く同じところに投げるってことね。じゃあこういう意味で言うとそうです。こっちでもまあこっちでもいいんちゃうかっていうけどじゃないです。違うんだよね。もう常にこうセットされてるんでそういうことね。もうここしかないってことだよね、はい、うん。でもまっすぐスライダーだけですよ気にするの。だってチェンジアップとかはもう適当にこう、ね、チェンジアップはどうやって握ったの。僕はもうこういう感じですね。親指関係なしって感じ。親指添えてるだけです。こうはい。でもう3本で握るぐらい。あ4本か。小指も入ってる。あでも一応こういう感じ。人差し指小指はいこうか。ここに置いここにボールを置いて手がやべえわなんかマジこうで、うん、人差し指と中指でこの2本は遊びで親指も添えてるだけで、うん、こういうイメージです、ね、あーこっちね、はい、小指をこう取る感じ、はい、うん、から抜いていくっていうイメージですね、はい、こういう感じね、はい、まあそれはよくわかるわ、はい、うん、この人みたいに気持ち悪くないこんな入らへんな。扱いが悪いないやいやそのなんかチェンジアップのプロ入ってからプロ入って、うん、僕1年目に、うん、何十年かぶりですかねアメリカに行けって言われて留学したんですよ。5月5月はい入ってシーズン中でシーズン中5月半ばにアメリカに留学しに行ったんですよ。でその時に向こうでチェンジアップの投げ方を教えてもらってでそれから投げるようになったんです。へ、はい、結構早く、はい、投げれるようになった。もう向こう行って帰ってきてから使ってますね。だから1年目の終わりぐらいから。まあ、じゃあ器用なんだな 手先がね。やっぱこっちもいけるし、はい、こっちもいけるし、はい、意味で言うと、はい、でもそれもでも左バッターのところに大武器になったでしょ。やっぱりなりましたね。それがないとね、はい、もうだから僕の前にチェンジアップは三振とか取るっていうイメージよりも、うん、もう打ち損じてフライとか打ってくれたらいいっていう感覚でずっと投げてたんで。あでもまあ結構腕も振れるタイプやから効くよね、はいはい、やっぱ腕振らないとチェンジアップもただのまあそうだよな。だから最初からでも腕は振れるタイプだったんだろうね。なんか投げ方も含めて、ね、はい、全部が全部あれですね。やっぱりしっかり腕振るっていうのは基本ですね。あとはなんすか、なんか気をつけてるところってないの。なんかフォークはもうセカンドランナーとか行ってたらあれなんで、うん、足上げて投げていくときにここで挟む感じですよ。マジで？はい。ここで挟まないですね。そんな人いんの？え、ノモもそんな感じだったでしょあいつ。いや、でこの辺はわかるよ。こう落としてからも入れるなんていうのはもう危ねえじゃん。だからセカンドランナーとか昔とかだったらいろいろ教えたりとかってあったじゃないですか、うん、だからあえてまっすぐで見しといて、うん、で足上げますで行くときにここでここで間に合わんのね。でここで入れるってもういる間に合うじゃないですか。間に合ってるじゃないですかだって綺麗にここってあれじゃないんで挟むっていうだけなんで、うん、上げてこうやって。うわすごいほんまや、うん、こういってこう危ないやん。これをずらすだけなんだよ。
いやそりゃそうか知らんけどなんか綺麗に入れたんやフォークってな、ああああパチャって普通もうちょっとフォークの使い手ってさ、ああ結構がっつりもうちゃんと入ってないと投げにくい使い手じゃないんで、僕はもうフォークが落ちてくれたらええと思って投げてるんで、このままこうやって使い手じゃないのにそういう器用さすごいですよね。でもそりゃそうですよ、ノーヒットの判断にあんねんだから器用は器用なんで、グローブの中にあればね、うん、まだこうそ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 う、まあ中でこのままこういう時もあるし、うん、もしあったらここでも変えようったら変えれるんで。逆はないんですか、フォークの握りから。ない、フォークの握りしてたら指痛いやん。だから今結構多いやん、外人とかもこうやってみんなこうやって回ってて、そしたらこうやって入れるのがめんどくさいから、だからすごいと思う、ずっと挟んでたら疲れやんのかなって逆に思う。疲れるよね、多いおるもんけど。ちなみに握力はあるんですか。握力僕60ぐらい。ああすごいあるね、ある方やで、その細身で。手首とかやっぱり強いですもん。あそう、ゴルフさしてもこのギャーンというのが体、やっぱり体幹も強いし。筋トレとかはしたんですか。いやほとんどあまりしてないし、時代じゃなかったですね。でも90年代後半ぐらいみんなやってた、結構やってたイメージあるけど、はい、大学の時ありましたもんね、トレーニングでウエイト行ったりは。そう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 、塩崎さん握力30って本当なんですか。もうちょっとありますよ30ってやつはいないよ。なんか一応ウィキペディアに30って書いてあるなめられてんなお前のいや確かに入った時にこうトレーニングできますよっていうのが嫌で、あーってやったのを覚えてるんですよ。悪いやっちゃう、いつもお前新人やってやれっちゅうの思い切りでも松下の時はちょろちょろやってたんで、うん、僕も50ちょっとぐらいだと思います、うん、50あるかないかぐらい。ありますよありますよ大丈夫ですか、はい、ちなみに西口さんはマウンドのどっちから。僕は3塁側。やっぱりスライダーが、やっぱりスライダーが左の内右の外っていうイメージですね、うん、すごいマウンド上でこう跳ね上がってるイメージなんですけど、はい、あれは結構蹴る意識はあるんで。無意識です。あれはもう無意識です。もう全身を使って投げてるっていうだけで。でもねこいつのね、うん、ステップ幅、うん、すごいんですよ。あそう、全然僕なんか届かないんですよこいつの投げ方といったら。6歩半とかよく言う。7歩ぐらい。7歩です。7行くだから、ね、こいつ足でかくて、うん、そのこいつのスパイクで7歩行くから、うん、僕なんか全然その足跡にも入らないですよ僕投げたら。あれここは何すらへんの。なんかあんまり広いです。すらないの、はい、なんかすったことないです。あそう、あ昔のピッチャーはようね、すってたやんか。だから最初にちゃんと7本のところに線引いて、うん、そこで始めていくって感じです。すごい幅で多いな。若干インセプしてたんで、はい、最近だから6歩ぐらいのやつも多いっていうね。だからちょっと立ち気味っていうか、はいはい、それとパーって切って投げるってさ、で長いと思ったらこういう感じをねカーって投げるってさ、わざと短くするやついますからね。そう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 、はい、昔はね本当もう前で投げろ前で投げろだから、うん、こう幅広い方がいいとされてたけど、今本当やっぱり狭くなってるよね。狭くなってるな。鈴木さんも前で投げたいという意識は。いやないです僕はリリースは一応この辺でこういうイメージ。あそうだね、あ、はい、やっぱりそうなんだ。ここで、はい、ここでここでこういうイメージ。まあ実際こんなところで投げれるわけないじゃないですか、うん、ここで投げたら多分その辺に落ちるここでどんだけこの何ミリかをこう前だけで、うん、あとはその後のフォローを大事にするみたいな。でも香取さんもさ後ろ後ろって言ってたよ。ああ、うん、なんか香取さんとかビヤーとかで投げてるイメージあるやん、はいはいはい、いやいやもうここで投げんだよとここだよって言ってそんなんで投げてましたっけみたいな。なんかもっとこうビヤーって投げてるイメージあるよ本人。ここでもうこんな感じって言って、やっぱり一番力が入るのがねこの辺でしょ、横ぐらいでしょ。もう前とかよりもこの辺がやっぱり力入るんで、うん、絶対的にこの自分の体の中だと思うんで、はい、でもやっぱイメージはねこの辺で投げるイメージ持つ人と、うん、もうちょっと後ろぐらいで。岩瀬とかな、岩瀬は完全に後ろですよって言って、もうここが決まったら終わり、イメージこんなに。だから山本マサのキャッチボールとかこうやってキャッチボールしてるマサさんは肘が曲がってるからじゃないですか。そうそうそう、こうやってキャッチボールこんなんキャッチボールしてた実際のこうやって投げてるくせにキャッチボール、もうこんなんマジで。ちなみに女の子座りやってもらっていいですか。それできるかどうか。西口はできるじゃん。こうこうですか。そのまあそうそう、まあそういう風にこう要はこうペタンとこう落とす。でも僕体は硬いんですよ。あった。でもここ痛い。これは座れますけど。でも俺ももう痛い。あいたいたいた。僕俺できたような気すんだけどな。昔は。あもう全然ダメだ。なあ。
全然ダメ。これできたらなんかあんの？やっぱりこれはできる人はもう子供の頃からこれが得意だったんじゃないかっていう。ああそういう、うん、やっぱりこれは。でも僕あのフォームしてて体硬いなって結構言われてましたよ。むちゃむちゃ硬いですよ。前とか曲がれんだよ、股関節。こうやってやったら全然頭とかつかないですもん。ああなかなか